Hi guys, I'm Princess Mose here. How are you doing? はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は日曜日恒例の1週間リーディングしていきます。はい、まずお伝えしたいことがあります。今水星逆行中です。もう私の動画で何回も何回もお伝えしてるんですけれども、水星逆行中は復縁の可能性高いよって、もう本当に、ほぼ毎日言ってるんじゃないかみたいな、だからね、復縁動画もすごい多いんですけどね。そうなので、DM でインスタの DM でご質問いただいたので、そのご本人様にはお答えしたんですけれども、はい、お伝えしたいと思います。なんかモーセ姫さんは水星逆行中に復縁を何度もしたと言われていましたが、ご自分から動いたんですか、それともご縁がある2人は何もしなくてもこうつながるんですかっていうことのご質問をいただきました。はい、はい、私の場合は水星逆行中に覚えてる分で少なくとも3回は復縁してます。そしてね、1回はね、できなかった時があったんです。水星逆行中なのに、もうすごいショックだったんだけど、でもね、その後は復縁できました。あとね、水星逆行中じゃない時でも復縁したことあるから、もちろんチャンスの可能性はすごくこの水星逆行中高まるんだけれども、そうじゃない時ももちろんチャンスありますからね、もちろんね。で、その3回水星逆行中に復縁したのは、はい、私から動きました。私が LINE を無視してた時とかもあったんだけど、きちんと水星逆行中に入ってから、なんか連絡を例えば取り始めたりとかね、そういうことも今思い出せばあったなみたいな感じだし、水星逆行に入ってから連絡をするとか、またそこから関係が復活するっていうこともあったので、もし連絡が取れる状態の方は、この期間水星逆行中っていうのをぜひいわゆる利用して、こう復縁のね、風に乗っていただきたいなっていう感じです。はい、そして、今回今週の星の流れなんですけれども、10月に入って水曜日が10月の6日が天秤座の新月、天秤座ですもうこれはね、愛の星ですよ。愛の願いが叶う新月、だからね、それとね、水星逆行もね、重なってるからね、本当に復縁のパワーがミラクル強くなる時だよっていうことをお伝えしたいです。そして10月の7日には金星が移転に動くんですよね。なんかこう物事、こう恋愛とかもそうなんだけど、こうスピーディーに動きやすい流れになるかなっていう、そういう感じがするのが今週の星回りです。またこの新月リーディングもしていきたいと思ってます。あと今日もね、最近ずっとグランタブローで見ているんですけれども、今日はグランタブロールノルマンにタロットも加えてみようと思います。これ初めての試みです。はい、グランタブローって、いろんなやり方あるんですけれども、私が最近ずっと使ってるのは、1番からこうずっと並べていって8番まで並べて、それを4列並べるんですよね。最終列が25、26、27って形でカードを並べていきます。
そしてラストに4枚下に出すっていう形で、見てるんですけれども、今日はこのね、最初の4枚、そしてね、ここのラスト4枚、ここのね、4枚、最初の4枚、ラストの4枚っていうのが1週間の、始まり、1週間の終わりっていう流れを見るんですよね。で、ここがまた何て言うのかな、ポイントっていう風な形で言えばいいのかな。そしてあとね、この4隅の端にあるカード、これもね、キーカードって言われてるので、ここも重点的に読んでるんだけど、今日タロットで追加していこうと思うのが、この1番から4番、そして29から32番、ここにルノルマンとタロット、タロットを追加していこうと思ってます。もしかしたらね、ここもね、追加するかもしれないんだけど、ちょっとこれはね、初めての試みです。今日はね、こういう形で1週間リーディングをしていきたいと思います。はい、じゃあ今日ね、選んでいただきたいのは、3つのルノルマンご用意しています。これはね、重ねるタロットです。まずね、一番左1番の方、真ん中2番の方、3番、一番右の方3番ということで選んでいただきたいと思います。そしてこれをね、象徴カードということで、3枚、今日はね、これ全部このカードは正位置で見ていこうと思ってます。1番の方、落ちたね。2番の方、3番の方。ルノルマンの雰囲気から見ていただいてもいいですし、今出したこのトートタロット、ここから選んでいただいても大丈夫です。じゃあね、今週はどんな1週間になりますでしょうか。本日もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ1番の方見ていきたいと思います。まず先ほど引いたカード、これカップの5が出ましたね。火星のサソリか。なんかね、これディスアポイントっていう名前になるので、ややがっくりくることとかね、もしかしたらあるかもしれない。あるかもしれない。それが多分何なのかがきっと出ると思うんだけれども、決してネガティブにならなくて大丈夫ですからね。なんかあれ思ってたことと違うなとか、それが何らかのところに出てきやすくなるのかもしれない。今はね、そういう感じで私はまず受け止めました。じゃあね、じゃあね、ルノルマンをじゃあ出していきたいと思います。今日はルノルマンに一部タロットも重ねて見ていこうと思います。私、モーセ姫、初めての試みです。どうなるだろうね。もうちょっと待ってくださいね。いいかな、いいかな、もうちょっとかな。じゃあね、ファーストカードなんでしょうか。星、キラッキラしてますね。キラッキラしてる。セカンド、ワオ、あの人ですよ。
早速あの人登場です。あの人登場だね。はい、そして3番山、4番キー。ここの4枚にまずねタロット重ねます。そして5番花束、6番怒り、7番太陽。すごいすごい。はい、8番クマです。このねクマってカードも大きなキーポイントになるカード。はい、そしてクロス、道、コウノトリ、月、タワー、家、フォックス、釜、はい、船、鳥、はい、あなたのカード出てます。ここに来ました。あなたのカードここに来たね。なんか意中なあの人がいるとき、いる場合、なんかつながってるよ。ほら、つながってるね。今ねまだちょっとカードね出してる途中なんだけど、なんかさあの人動けない今状態なのかなって感じがする。動きたいんだよねあなたに対して。でもねなんか今あの人は我慢しないといけないとか、なんか静止というか、なんか本当に動きたくても動けない、そんな状態のような気がする。ハートが出たよ、あなたの隣に。すごいね。ワンちゃん。棺桶。木。魚。はい、そしてね、これ4隅のカードの一つね、蛇が出たね。ライバルとかさ、なんかこう邪魔する人を表す。ユーリ、リング、クローバー。はい、そしてねここ4枚にもタロットを重ねていきます。ムチ、本、手紙、大庭。はい、そして、はい、カードね、子供、ライダー、ネズミ、はい、そしてクモか。はい。まず、こういう流れになりました。じゃあ、ここにね、ちょっとタロット、はい、重ねていきましょうかね。まず最初の4枚、これだね。はい、吊るされの男。はい、コインのクイーンのリバース。はい、陰者のリバース。リバースが多いね。ソードのページのリバース。そしてね、ここのラスト4枚にも重ねていきます。はい、カップのエースのリバース。位置で出てます。おお、運命の輪、
すごいな。はい。ちょっとごめんなさいね。一部見にくいかもしれないんだけど、ちょっとね、タロットとルノルマをこれだけのあれで重ねちゃってるからね、少し見にくくなってごめんなさいね。ちょっとこれを、はい。じゃあまずね、1枚目のカードが星と、失礼。はい、これがね、星と吊るされの男なんです。今週のまず始まり方、なんか今まであなたがこうとてもとても頑張ってきたこと、なんかね、願いが、あなたの願いが、なんか悲願の願いが叶うみたいな感じがする。まずすごくこう幸先いいスタートというか、いい1週間のこう始まり、それを持てるような気がするんですよね。ここはね、正直ね、とてもいいです。そう、ただね、ここにね、ようやくあの人のカードが出たんだけど、出たんだけどね、あの人のカード、男性も女性もこれはあなたのカードです。ここにね、コインのクイーンのリバースっていう女性が重なってるんですよね。もしかしたらこのお相手様ってパートナーがいるのかなみたいな。なんかお金でつながってる人っていう気がするんですよね。だからもしかしたら、まあ妻帯者なのかなと。ここにもね、蛇が出てるから何か、こうあるような、こうこのね、蛇の人とこのお相手様って仲は良くないかもしれないです。こんなに距離が離れてるからね。仲は良くないかもしれないし、もしかしたらね、これ単身赴任とかそういう感じかもしれないんだけど、なんか、まあ、異性の影があるというか、なんかこう縛られてる感じがする。このお相手様がね、まずそういう感じを受けました。そして3枚目、これがね、そうなの、山と隠者のリバースが出てるんだけど、これがね、あの人から見て右側って未来なんですよ。だからね、なんかね、とっても慎重にならざるを得ない。例えば連絡とかもしたい気持ちがあっても、今はね、こう動けないんだっていう、あの人の辛さ、慎重にならないといけない状態を表しているような気がする。このね、隠者っていうのは水星、水星、逆行の水星が、リンクしてる惑星になるんです。だから連絡を取りたい、でもできない、動けないっていう、あの人の状態がこう今今週、それも時期で言ったら、まあ今週の前半なのかなっていう気がしてます。そして、そしてね、ソードのページのリバースとキーが出てる。なんかね、頭をいろいろ使って、あの人は、まあこれね、ここにあの人が出てるからね、まあこの続きであの人はっていうことで見るんだけど、なんとかね、こういわゆるこう頭を使って、こう2人の関係のキー、これをね、こじ開けようとしてるのかなみたいな。こう努力する姿が見える。動けないだけじゃなくって、いやでもなんとかしたいみたいな、そんな感じが見えるような気がしました。だからね、まあ今さっきここにね、まあこの失望っていうカード出たんだけど、まあこの前半の流れのこと、なんであの人から連絡ないんだろうとかね、そういうことがあるかもしれない。
もしくは例えばね、あの人とデートの約束を今週してた。でもなんかこう連絡が来ないとか、こうドタキャンになってしまったとか、そういう感じの可能性もあるのかなっていう感じがする。でもあの人はね、あなたを避けてるとかじゃないんだよね。それはまず言える。そしてね、今週のまあ後半っていうことを見ていってると、なんかね、カップのエースのリバースと無知だからね、なんか喧嘩しちゃったりとか、なんか自分の思いと相手の思いの温度差があって、なんか愛されてないってあなたが思ってしまったりとかね、そういうこう寂しくって、それでこうイライラしちゃう。もしかしたらそんな状態が週半ばからあるかもしれない。あるかもしれない。そう、そしてね、またここね、あの人かなって思うんだけど、皇帝と本のカードが出てる。なんかこれ本って言ったらテキスト、文字ですよね。なんかお相手様から、LINE のテキストとかね、メールとかのやり取りあるんじゃないかなって気がする。連絡ありそうな気がします。そして、そう、ここでもそうなんだよね。ワンドの6と手紙。なんかあなたにとってやったーって思えるような嬉しい連絡がありそう。これ週後半ね、ありそうです。よかったですね。これはね、もちろん恋愛だけじゃなくって、あなたが「やった!」とか思えるような連絡、報告、そういうものがありそうです。そして、今週はすごいのよ、運命の輪が出たからね、正位置。なんかね、こうすっごい出会いがあるとか、なんか新しい出会いとかもそうだし、こう人間関係が広がるとか、なんか思いがけずあの人とつながるとかね。だからそういう意味で復縁色もすごくありそうだよね。新しい出会い、復縁色ありそうだし、なんかとにかく人間関係が華やかになる。特にこれ土日あたりかな、土日あたりのなんかランチパーティーとかピクニックとか なんかそういう芝生とか緑があるところとかで、なんか出会いがありそうだよとかいうふうに出てるのが土日。なんか素敵な土日をね、締めくくれそうなの。よかったですね。よかったです。で、よいしょ。そう、でです。そしてね、ここにあなたがいて、あの人がいますよね。あのね、なんかね、こうライバルっていうか、これが奥さんかライバルかわからないんだけど、なんかあなたの方がお相手様に近いんだよね。近い近い。そしてあの人とね、今週なんとか道がつながるって出てるから、連絡の道とかね。もしかしたらこれ会える可能性もあるよね、土日とかね。そういう感じであの人とまずつながるって出てます。そしてね、あなたが今週は特にね、恋愛のことで嬉しいって思えるようなことありそうですよ。喧嘩しちゃったりとかっていうことあるかもしれないんだけど、今週のあなたはなんかね、恋愛が動き出すとか約束ができるとか、嬉しい連絡とかがある、幸せなデートができる、そういうふうに出てるからね。いや、いいですよ。いい。そして、ちょっと待ってね。あとね、今週のあなたの仕事運、金運、ご自分で仕事されてる方、広がっていきますね。広がっていく。確かにライバルっていう存在はいるんだけど、なんかね、すごくあなたに有利に
今週はね、動いていきそうな気がします。会社勤めの方。あ、仕事できますね、あなたはね、とってもね。今のところも案外長いのかなって気がするんだけど、あ、なんかちょっと今週は上司に振り回されるのかな。なんかね、八つ当たりされちゃったりとかね、する可能性あるかもしれない。なんか上手に距離をね、取っとかれるといいかなって感じ。そしてね、金運は、ちょっとね、もしかしたら無駄遣いが、大きなお金が出ていくとか、お買い物したりとか、思ったよりもお金が出ていくような1週間になるかもしれないって出てますね。そしてね、なんかね、あなた自身がもしかしたら、こうライバルとかね、誰かのこう噂をもしかしたら聞くかもしれないんですよ。聞きたくなくてもね、入ってくる時とかあるじゃないですか。そういう可能性あるんだけど、その時はあの人を信じてみてください。こっちの話をね、信じるんじゃなくて、あの人のことを信じてあげて大丈夫。そんな気がします。そしてね、ここにね、出てるのが赤ちゃんを望んでらっしゃる方。今ね、あなたのこう心と体がね、とても疲れてるように見えます。今週のあなたが。なので、赤ちゃんがね、こう来てくれるっていう状況を作るためには、まずはあなたの心、体をしっかり休めさせてねっていうふうに出ています。なんかね、そうするときっとまたね、こういい方向に変わっていきそうです。体がね、ちょっと疲れちゃってるね。家での休息がね、必要って出てます。お仕事頑張りすぎてるのかな。そういうところも感じられました。はい、これが、あ、ちょっと待って あとね、今週のあなたにとってのラッキー星座まで見ていきたいと思います。さあ、1番の方のラッキー星座。はい、双子座さん、コミュニケーションと出てます。まず今週のあなたは双子座さんの方がラッキーパーソンとなってます。そしてアイテムとしては、コミュニケーション、いろんな情報を得ること、知ること、伝えること、これがあなたの武器になりそうと出てます。ね、今回ここにカップの5っていう、やや失望する出来事があるって出てたんだけど、これはね、ちょっとした連絡の遅延とか、リスケの連絡とかがもしかしたらあるかもしれない。でも最終的な1週間の流れ、こうとてもいい1週間だったなって思えるような、そういうカードが出ています。はい、これが1番の方でした。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ2番の方、まずは先ほどのカードから見ていきたいと思います。コインの8。今週のあなたはコツコツとマイペースに進めることができる、進むことができる、そういう状況のような気がします。すごく真面目だな。なんかね、仕事にも恋愛にも、なんか本当に一生懸命全力投球みたいな、こう華やかさっていうよりは、こうコツ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 ね、本当に職人肌みたいな、そういう感じの1週間なるかもしれません。はい、わかりました。じゃあまずはね、こちらルノルマンカードを出して、全部出していくんですけど、最初の4枚とラスト4枚にタロットも重ねて見ていきます。ちょっと一部ね、見にくくなるかもしれないんですけれども、解説
させていただきたいと思います。少しかな。うん、OK。じゃあファーストカードから見ていきます。さて、無知だね。体疲れてないかな。うん、ちょっと心配。頑張りすぎなんじゃないかな。うん、飛ばしすぎじゃないかな。って気になる。喧嘩したのかなとかね、うん、あ仕事ハードだね、うん、あもうコインの8なのがすごいわかる。いやーハードワークです、うん、もうこれだけでまずもうどれだけ頑張ってるかがわかる。あもうこんなに忙しいんだ、うん、おー棺桶か。なんかねこれベッドっていう意味もあるんですよね。だからこうねしっかり体休めてあげることもいや重要だな。うん、釜も出てるね。ちょっと体心配です。うん、かもう体がすごい心配。あとでねこの4枚タロットも出していきます。はい、そしておここにハートが出たね。はい、怒りコウノトリ、おネズミですね。はい、このネズミもまあこう強い意味があります。ここのねムチとネズミさんも意味が強めです。はい、そして子供クロス花束道、あの人です。はい、男性も女性もこれあの人です。あの人とハートが出てるよ。おいい感じいい感じいい感じかいね。でここに山だね。あなんか複雑な事情がある恋愛っぽく見えるね。うーんなるほど。そしてここに魚、うんうんうん、お星です。素敵なカード出てます。うんうんいいね。はい、そしてここに本、月、ライダーですね。うんライダー、鳥、蛇、うんあ複雑な恋愛だね。なるほど。ワンちゃん、ユリ、船。はい、そしてねここも意味があるところです。クローバー、庭、クマ、タワー。あとねこのラスト4枚もタロットを重ねていきます。木です。ちょっとずらしますね。でおリング、手紙、おーすごいびっくりした太陽です。はい、そして4枚がここにあなたのカードです。ここにあなたです。雲、木、はい、ラストが家、ほうね、うん、あなたとあの人の間に誰かがいるね。うん、いるね。ちょっとこれね、まあ、タロットも出していくんですけどね、最初の4枚と
ここのねラスト4枚に重ねていくんだけど、ちょっと待ってね。なんかあの人、これがね、まあ、あの人のパートナーだと思うんですけど、すごく締め付けが苦しい、束縛がすごく苦しそうな気がするんです。なんかあの人がね、こうなんか自由にできないんですよね。おそらくこれはね、あなたへの愛情を、いわゆる変わらない愛情を示してるのかなっていう感じがします。でもなんかこうスマホだったりとか、なんかとにかくいろんなところにこう監視をしてるような、そんな感じであの人がすごくこう居心地が良くない状況に、なんか追い詰められてるのかなみたいな、今そういうところがまず見えたんですよね。そして、今ね、あとあなたの体がとにかく疲れてる。なんかね、動き回ったりとか、ストレスフルな生活で、まあ、仕事の忙しさとかもあるんですけど、なんかね、特にこの週前半、なんかバタッといく可能性があるから、いや気をつけてねって感じです。じゃあね、ちょっとタロット、重ねていきます。ここで、そうだよね。なんか精神的にも疲れてないですか？すごく悩みすぎてたりとかね、人間関係とかね、すごいもう疲れてるよ。ちょっとカード重ねますね。会社ですね。なんか、なんていうのかな、ようやく辛い峠は越してるかもしれないんだけど、こうかなりこう、なんていうんでしょう、こうブラックな感じがするんですよ。するね。あ、同じカードが出た、コインの8とね、その最初に出たカード。ちょっともうこのが頑張りすぎだね。ちょっと言葉をね失ってしまった。でコインのページ、はい、ちょっと今カード重ねてるけど、後で解説していきます。はい、そしてラスト4枚には、お、すごいね。はい、これがね、ちょっと失礼。はい、これがね、木と、皇帝なんだよね、重なってるカードがね。ここに木と皇帝があります。そして次がリングね、ちょっと待ってね。はい、はい、次がね、ソードのエースと、はい、リングのカードが出てます。そして次が手紙。はい、手紙と、おお、すごいじゃないですか、戦車ですよ。戦車の正位置。はい、出ていて、はい、そしてラストが太陽。はい、太陽と、正義のリバース、えらい強いカードが出ましたね。はい、これが出た。あとは、じゃあちょっとね、こう、ちょっとここ見にくいね。ちょっと待ってね。少し見やすくなったかな。はい、じゃあ、まずはね、解説をさせてください。いや、私本当にあなたの心とか体とかメンタルとか超絶心配です。
もうこれさ、今週に始まったことじゃないですよね。この疲れ、悩み、ストレス。いやー、頑張りすぎだよ。そんなに自分の体に鞭打たないでとかね。人間関係、悩んでるね。ヘビだからね、もしかしたらそのね、この人のことかもしれないですね。まあ、このお相手様のパートナーとかね、そういうことかもしれないし、それプラス仕事の疲れあるのかなっていうところがまず出てる。まずすっごい気になる。そして、そうなんです。なんていうのかな、見張られてる感じしますか、もしかすると。この人、何でもかんでもこの人のせいにしてるんだけど、なんかね、あの人が、あなたがね、こう自由がないって言ってるんですよ。なんかこう偵察って言いますか、なんかされてるような感じがもしかしたらあるのかなとか。仕事の中もこう居心地がね、あんまり良くないなみたいな感じが出てるから、正直すごい辛そうなんだよね。そしてね、これやっぱ週初めだよね。このね、もうね、頑張りすぎなくていいよみたいな。もしかしたら本当にね、こう早めにベッドに入る人とかもいるかもしれないしね、月火水ぐらいの時に。し、なんかね、そんなにこうコツコツすること頑張らなくて、一旦こう何て言うのかな、サボるってわけじゃないんだけど、こう手を抜くことをもう覚えていいよみたいな、そういうことを言ってるような気がします。そしてここ釜ね。コインのページなんだよね。なんかこう使えない、例えばあなたにとって部下とかね、同僚とかがもしかしたらいて、なんかね、イラってくるするようなこととか、なんかね、あるかもしれないですね。あるかもしれない。なんかこう会社の中で、これ会社だよね。なんか会社の中でこう、なんかいろんな変更とか変換とか、10月か、そうですね、あるよね。なんかね、そういうのでちょっとこう馴染めない人となんかねが来たりとか、でも去る可能性もあるからね。なんかこういなくなるかもしれないです。もしくはあなたが信頼してた人がね、こう別の部署に行ったりとか、そういう可能性もあるかもしれないって出てる。これがまずなんか10月の初め、週の初めね。そしてね、まあ週の後半。よかった、元気になってる。よかった。 もうね、あなたの力がすごい発揮できるって出てるからね、もうね、心身ともに健康です。これ木曜日ぐらいからかな。まあ10月の5って言ったらまだ、いや、これまだね、火曜日じゃないと思うんだよね。まあね、早くて7ぐらいかもしれないんだけどね。それぐらいからこうあなたのね、健康もね、すごい元気になってる。よかった。よかった。なんか仕事もバリバリしてるし、仕事もバリバリできてるって出ています。そしてね、ソードのエース、リバースとリングが出ているから、これなんか大きな契約とかかな。契約とか、もしかしたらこのね、あの人とのことかもしれないんだけど、なんていうのかな、まだね、約束、こうきちんとした約束がまだお相手様とできなかったりとか、もしくはなんかこう結婚のこととかを考えると、今はまだあの人とは難しいのかなっていう、こうちょっと消極的な気持ちになったりとか、そういう出来事がもしかしたらあるのかもしれない。
そしてね、そう、でもさ でもさ、ここがすごいよね。なんかこう、あなたがね、こういうふうになんか落ち込んでるようなことがあるかもしれない。でもその後あの人からすごく励ましのこう連絡だったりとか、やっぱりこう、今すぐは難しいんだけど、いずれは、例えばね、君と、これ戦車っていうカードは家族っていう意味もあるから、例えばいずれは、例えば一緒になりたいと思ってるとかね、そういうこととか、なんかこう落ち込むかもしれないんだけど、でもなんかすごく元気になれるような、心温まるような、そういう流れになるのかなと。で、ここね、正義のリバースと太陽。そうね、なんかね、ちょっとここと似てるかなって思うんだけど、まだね、あの人はすぐには離婚とかできないかもしれない。でもいずれあなたと一緒になれるっていう希望を今週はなんか持てるような気がする。今じゃない、でも頑張っていけるみたいな、なんかここの流れがね、つながってくるのかなっていう感じがする。だからすごくね、幸せな気持ちで1週間を終えれそうな気がします。で、ここにね、あなたが出てるんだけど、なんかやっぱりこう、あなた自身のこのモヤモヤとかがこう長期間なんかしばらく続いてたのかなって気がします。まあ、ご両親の心配とかね、あったのかな。なんかこうすごく責任感が強い方だと思います、2番の方ね。でもね、ほらここにキーが出てて、家が出てるでしょ。だから今週、なんか今までモヤモヤってしていた将来のことが、なんかこう希望が持てる。なんか、私こういうふうに頑張っていったらいいかもみたいな、そういう流れになるんじゃないかなって思います。そしてね、ちょっと待ってね、ここに無知だよね。そう、なんかね、やっぱりこう、あなたにとっての一番の望みの嬉しいニュースがやっぱり入ってきそうで出てます、今週。出てる。そしてね、ちょっと待ってね。で、あなたとあの人って、ここね、距離はね、多少あるんですよ。あるし、ね、あの人の下には蛇がドーンってある状態だから、こうなかなかスムーズにいかないかもしれない。でもあの人とあなたって連絡取れてますよね。連絡取れてるし、関係性がすごいしっかり安定してるって出てます。でもあの人はまだ今すぐにはあなたのことは愛してるけど動ける状態じゃなくて、今はなんとか仕事とか頑張っていきたい。でもこの仕事で成果を出すことが、このね、まあ奥さんかな、まあなんかお金を稼ぐことが、このお相手様の自由になることみたいな感じがするから、なんかね、こう仕事を頑張ることによって、このお相手様はこう自分の自由を手に入れるのかなっていう、そういう流れに見えました。このお相手様の流れを見てるとね、なんかこう今の今は辛いんだけど、なんかね、もう少ししたらなんか伸び伸びとしてあなたに再会できるとかね、愛し合えるとか、そういう流れが出てるような気がします。そしてね、ちょっと待ってね、やっぱね、恋愛の嬉しい連絡あるって出てるし、あとはあなたの仕事、ちょっと待ってね。じゃんじゃんじゃん。仕事。もうなんか忙しすぎだね。もう本当にそれ気をつけてねって感じで。お金。これはい、いいですね。はい、金運なかなかいいです。なんかね、ちょっと思いもかけないところで、ちょっとした無駄遣いとかはあるかもしれないけど、かなり大きなお金がこう手に入るとか入ってくるとか、そういうことが出ています。とにかくね、私あなたの精神面、肉体面両方心配です。
なんか恋愛でも仕事でも両方悩んでるような気がする。でもね、週の後半にはね、健康になるから良かったなっていうふうに思っています。はい、じゃあ今週のあなたにとってのラッキー星座見ていきます。おお、すごい。フルムーンが出たぞ。なんか今週すごい1週間になりそうですよ。あなたの願いが叶うみたいな。すごいね。ちょっと待ってくださいね。はい、ジェミニー双子。あ、今日双子がよく出ますね。コミュニケーションって出てます。コミュニケーションがね、すごく今週はあなたが健康になればね、全然スムーズにいくし、あとは双子座さんの方があなたにとってのラッキーパーソンと出ています。なんかね、情報は力なりって出てる。なんかね、いろんな情報をとにかく手に入れること、なんか操ること、それが大切だよって感じ。なんかね、黙々と仕事するとか、なんか辛い恋愛に泣くとかじゃなくって、何かあなたが仕事のことでも恋愛のことでもたくさんの情報を仕入れることによって、なんかこう開けてくる、前へ向けるような、そういう流れが出ています。コツコツ頑張るのもいいです。でもね、本当に頑張りすぎる人なんだよね。今週は頑張りすぎることをやめてくださいね。で、悩みすぎるのもやめて、ね、しっかり寝て健康になっていきましょう。あとね、ちょっと待ってね。赤ちゃん望む方、これだけね、ストレスがあるとね、確かにね、ちょっと今はね、こうまだ今週はね、難しいかなって思う。でも今週の後半になると、なんかね、そう、やっぱあなたが心身ともに健康になると、赤ちゃんが来やすくなるって出てるので、今週の後半は、そういうね、ポジティブなカード出ています。はい、これが2番の方でした。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ3番の方見ていきます。先ほどのカード、お、コインの5ですか。なんかこれ心配事がね、今週起こるのかな。これ仕事、恋愛なんだろうね。多分ね、ルノルマンにまず出るんだけど、あのね、ここに水星の牛が出てるのね。もしかしたら今までのやり方を、例えば変えないといけないとか、そういうことがあるかもしれないんだけれども、もしかしたらあなたね、今週のあなたはややこう変えたくないとか、今までの自分でいたいとか、少しね、頑固になっちゃう部分がね、もしかしたらあるかもしれない。そこに柔軟性を持つと、ここまでのね、状態にならないかもしれないよって、まずカードは言ってるのかなって感じがしました。じゃあね、今日はルノルマンとタロットを合わせて見ていくので、最初の4枚とラスト4枚をタロットとね、重ねるんですよ。だからね、まあこのコインの5が何を示しているのかも、出してくると思います。もう少しかな。
じゃあファーストカードから出していきましょう。ヘビ来たね。ヘビ、うんうん、なんかねコインの5のなんかこう理由がなんかわかる気がするね。ヘビ来たね。まずね、はい。そして木か、あーちょっと体疲れてるんじゃない。うーん、なんかこの人ってね、あの女性を表すんですよ、あなたから見てね。で意地悪な人とか、あなたのライバルとか、あとね時として義理のお母さんとか自分の母親を表す時がある。なんか今ねあなた自身がこう精神的にもなんかプレッシャーを受けてるのかなって気がします。家が出たね。うん、もしかしたらこう自分の家、うーん、が少し今リラックスできないのかな。船か、あーなんかね引っ越しとか考えてるのかな、こう家から出るとかね。じゃあちょっとカードを開いていきます。棺桶、手紙、ネズミ、山か、うん、このね山、この蛇もそうだしね、山もそうだし、なんか今週のあなたへのメッセージなんだよね、うんうんうん。そして星、クマ、うんうん、上司、女の意地悪い上司なのか、お母さん、母親、なんかプレッシャーすごい受けてる気がするんだよね。本、雲、タワー、あの人です。はい、あの人です。うん、あの人が出たね。そして怒り、クロス、うん、はい、ワンちゃん、コウノトリ、ライダー、子供、なんか3番の方、赤ちゃん望んでる方、なんか嬉しい知らせ来そうですよね。来そうだね、うん。はい、魚、ムチ、ユリ、カマ、はい、庭、道、通り、花、フォックス、お、はい、あなたのカードです。あ、今喧嘩中あの人とね。え、月、キー、うんうんうん、はい、ここにハート、太陽、リング、クローバー、おー素晴らしい、うんうん、なるほどね。ちょっと待ってね、ね、今からタロットもね、最初のこのね4枚とあとラスト4枚にタロットも重ねていくんだけど、今ね見てわかるのはあなたとあの人こんなに近くにいるんだけど、なんかね喧嘩中とかすれ違い中とかそんな感じなのそしてね、なんかあの人がこれね、男性も女性もこれがあなたでこれがあの人なんだけど、あの人は自分からは動かないって言ってるの。なんて頑固なんだろうねなんか僕から、私からは動かないって感じなのでね。じゃああなたはっていうと、もうねこうなんていうのかな、この状態を続けててもね決して良くないし、あの人はなんかこう冷戦みたいな感じなんだけど、あなたは、あ、自分から歩み寄ろうみたいな感じで、あなたからこう連絡するとか、なんかこうこの前はごめんねみたいな感じで、そうするとね、タッタラタッタッタラタッタッタって、もう本当にラブラブまああっという間に仲良しみたいな形なの。なのでまあこれはあの人の動きを待つんじゃなくて、あなたから、あ
あなたから動いたらもうあっという間にもうラブラブ仲良しだよって感じがまず出てる。まずまず出てるね。そしてね、このね、なんかあなたの家、実家、なんかね、こうあなたにとってのね、なんかストレスフルな状態を感じるんだよね。もしかしたらね、まあ、ちょっとさっきも言ったんだけど、家を出ることとか考えてるのかなとか、まあ、一人暮らししたい、引っ越ししたいとか、そういう感じもあるのかなって思ったりもしてます。まあね、もしかするとご近所さんとかかもしれないですしね。そんな感じが出ている。でね、なんかもし例えばあなたが物件を探しているとかであったら、案外近く、今住んでるところからそんなに離れる場所じゃないところに、なんかこう思いがけず、なんか庭がついてる物件とかね、高層階じゃないですね、これなんか低層階のマンション、もしくは一軒家とかね、そういうところになんか縁がありそうな気がするって出てます。そしてね、赤ちゃん望んでる方すごいね、これは。いやいや、これは来てくれるんじゃないの？みたいな。なんかね、あなた自身がとてもね、穏やかで優しい性格なんですよ。だからね、なんかこう今のこのね、精神状態ならもう赤ちゃん喜んでもう来てくれるよねって感じが出ました。このね、ウォーリー何かなって思うんだけど、このね、こう家での出来事、そこにあなたが今こうリラックスできてない部分を感じました。あとね、なんかね、お金の心配があるって出てるね。なんかお金とか仕事、例えば今まで正社員で働いてたんだけどとか、なんかね、こうなんだろうな、こう雇用状態が変わったりとかね、なんかそういうので金銭的な不安とか仕事の不安があるのかなっていうところは出てるね。じゃあちょっとね、タロット重ねていきます。はい、まず1枚目、ソードの3だね。なんか意地悪されてないですか？なんか心配だな。星、すごい。星と木出てます。コインの9、すごい。もうソードのエースのリバースと船ね。あとここの4枚出していきます。おお、デビル。デビルとフォックス。タワーにあなたが重なったね。おお、カップの10につき。これはすごい。コインのナイトにキー。はい、わかりました。じゃあね、最初、よいしょ。はい、1枚目からね、まあ見ていくんだけど、やっぱり週始め、なんかあなたの心配事とか人間関係とか、なんかね、そういうことがなんかこう勃発するのかなって気がする。なんかありそうですね。こうあなたがこうちょっと精神的にもね、悩んじゃうようなことがなんかね、週初めあるかもしれない。でもね、ここにね、よいしょ、そう、ここね、でも5、
これ月曜日はもしかしたらね、そんな状態かもしれないんだけど、まあ、5日火曜日、早いじゃんって感じなんだけど、火曜日にはね、なんかね、そのこう心配事が解消できてる。なんかあなた自身、ああよかったって思えるような、そういう状況になってるみたいだから、ああよかったですね。よかった 安心しました。そして、はい、家と、はい、これがね、コインの9。なんかこう、家がね、あなたの家がとてもこう居心地が良くなるとか、なんか家の調度品っていうのかな、なんか買うのかな、なんか家自体が、なんかあなたにとってこう満足ができる空間、そういうふうにも出ている。出ている。あと、まあ家での仕事、そういうのもすごくはかどりそうって出てます。はい、そして、ね、もしかしたら、週半ばぐらいに、引っ越しとか、例えば出張とか、まあ遠出とか、それはあんまりおすすめしないって出てますね。なんかこう、エネルギーを思ったより使いそうなんですよね。なんかあなたがまだこう新しく物事を始めるとか、そういうことのエネルギーはまだ今貯めている状態、まだそれを使うとか動かす状態じゃないからね。なんか大きな動きは週初めはしない方がいいよっていうふうに出てるかな。そしてね、これ気になるよね。なんかね、週の、そうね、やっぱり今、水木あたりかなぐらいに、なんか仕事上で何か、こう裏がある人って言えばいいのか、なんかこう罠とかに気をつけてねみたいな、それが出てます。そしてね、それがね、こうあなたが悪いわけじゃないんだけど、なんかね、トラブルがこう本当にあなたに降りかかってきそうなんだよね。多分これだよね。だから水曜日木曜日あたり、何か怪しいなとか思ったら、なんか慎重に動くとか、こうむやみに人を信用しないとかの方がいいような気がします。なんかもろにあなたにこうかぶってきそうな気がするのが気になる。ただね、あなたの家庭運とか恋愛運とかはすごくいいんだよね。特に週末、まあお相手様がいる人、この人かな、まあ、すごいラブラブな時間つく、なんか過ごせますし、家デートかなーって気もするんですよね。なんか土曜日からね、お泊まりとかそういう人とかもいるのかなって感じで、すごく素敵な時間過ごせそうです。なんか将来の話とか出る人もいるかもしれないし、なんかね、家族が増えるとかね、そんな感じも出ているのかなと。はい、そしてここもね、いいですよ。まあ土曜日日曜日って感じなんだけど、この時に何かこうあなたの、まあ、この辺りの問題かな、問題が解決できるとか、着実に解決の方向に進んでいくって出てるから、だからこう、まあ、問題が勃発したとしても、まあ、週末にはこういわゆる解決策が見えるのかなっていう、そんな感じがしました。そしてね、なんか今週のあなたっていうのが、こう結婚とか仲直りとか、なんかね、授かり婚とか赤ちゃんとか、なんかもうすっごいポジティブなエネルギーにすっごい満ち溢れてる。確かにね、いろんなこと、例えば月曜日とかね、水木とかあるかもしれないんだけど、なんかそういう出来事があるからこそ、こうお相手様とのパートナーが、絆がね、とても強くなっていくのかなとか、
今喧嘩してたとしても全然大丈夫です。もう全然大丈夫です。うん、っていう感じでね、ちょっと待ってくださいね。そう、ちょっとね、金銭的なものが気になる。仕事の流れ、雇用体制とかね、いろんなことの変化とかがなんかありそうで、そのあたりは気になる。うん。で、うん。でね、まあ、ちょっと何回も言うんですけど、このね、赤ちゃんの流れとかもね、今週すごく嬉しいなっていう感じが出てきています。うん、すごいですね。いいんじゃないでしょうか、かなり。うん、じゃあね、今週のラッキー星座見ていきたいと思います。はい、今週のあなたのラッキー星座、乙女座です。あ、このね、まずね、乙女座さんがあなたにとってのラッキー星座です。そして、まあ、この意味っていうのがね、すごく分析力があったりとか、こう丁寧に細かく仕事をする、なんか秘書さんみたいな感じです。で、あなたから見て、こう抜かりのないように、今週は足元を取られないように、うん、すごくそのあたりは慎重になっててもいいよっていうことを表しているような気がします。はい、これが3番の皆様でした。なんかね、波はいろいろあるんだけど、結果的にはすごくいい流れ出ています。よかったですね。はい、素敵な1週間お過ごしください。